23年ライスペーパーでブレイクした女子大生、ターニングポイントとなった恩師の言葉と動画制作のやりがい。ライスペーパーを使った簡単レシピが、TikTok や Instagram で大人気の現役大学3年生ミカさん。現在 TikTok は17.5万人、Instagram には4万人、そして YouTube の登録者数は24.5万人、人気インフルエンサーだが、 伸び悩む時期もあったという。大学1年生時には、コロナ禍で余った時間で自分磨きをしようと1年発起。ライザップに通って3ヶ月で6キロの減量に成功するなどダイエットは順調そのもの。しかし、その後始めた SNS のフォロワー数は3万人を超えたあたりから、いつしか停滞期を迎えていた。盲踊り児としていたミカさんが、 投稿のあり方を見直すケーキはゼミの先生からの一言だったという。現在、SNS では自然体を心がけているというミカさんに、レシピ動画を投稿するときのコツや、SNS との付き合い方について話を聞いた。SNS への投稿時に気をつけていることはありますかミカ、力を入れない、作り込みすぎないことですね。 SNS アカウントを開設した当初からそういうスタンスなのでしょうか。ミカ、いえ、最初は真逆でした。レシピをきちんと説明して、盛り付けもこだわって、と、とにかく綺麗に見せようと思って、頑張っていたんです。シフトチェンジした理由は何かあったんですかミカ、TikTok のフォロワー数が3万人ぐらいまで行った後、 なかなかそこから増えなくて、試行錯誤を続けながら、どうしたらいいんだろうっていろんな人にアドバイスをもらっていたんです。そしてある時、私が通っている大学のゼミの先生に SNS を見てもらいました。先生はマーケティング専門。するとその先生からいただいた言葉があなたのレシピを見た人のうち。 どれだけの人が実際に作ってるのかなというものでした。各家にたくさんの方がいいねもしてくれるし、保存もしてくれるけど、作るまでの行動に移す人がどのぐらいいるかはわからない。そう考えたとき、じゃあ見ているだけでも楽しめるレシピ動画にしたらいいじゃんって気づいたんです。単なるレシピ情報から発想を転換したんですね。みか、そうです。 そこで自分の不器用なところや失敗しちゃったようなリアルを全部見せていいかなと。表情も作りすぎない。だって普通料理するときって案外真顔じゃないですか。笑いいかに料理に親近感を持ってもらえるかがポイントなのかなと思って力を抜く部分をとても上着地にしています。とはいえ発信するコンテンツなので もちろん意識する部分もあります。細かいところで言うと、着る服は食材を引き立たせるような色合いや、料理のイメージに合わせたものをチョイスしたり、例えば韓国風アメリカンドッグと言われるチーズハットグだったら、少しアメリカンな雰囲気を出したいので、ポップな色の T シャツを合わせようかなといった感じです。全体の雰囲気を考えることで作ってもいいし、 見ているだけでもいい動画になれたらと。反響はどうですかミカ見てくれる人は増えました。でも、そうやってエンタメ性に寄せると、今度は雑とか時間がない時にこんなことしないだろ、といったツッコミをもらうこともあって、傷ついたことも。でもリアルの人間関係なら直接は攻撃してこないし。 嫌いだったら喋らなければいいだけの話。SNS だからこそ言えるんだろうけど、顔も知らない人に攻撃されても、気にする必要はないんだなと思えるようになりましたね。SNS で発信することによって、考え方への影響もありましたか美かありました。人の気持ちや、みんなが求めているものは何だろうと考えるようになりました。 コロナ禍がきっかけでしたが、ずっと動画を投稿してきて、自分がやりがいをどこで感じるのかということに気づけたのは結構大きいかもしれないです。自分が発信したものが喜んでもらえたり、元気になれました。明日も頑張れそうです。といったコメントをもらうと、やっぱりすごく嬉しい。そういう風に思ってもらえるように、これからも活動していけたらなと思っています。 恩師の一言によって動画作りの発想を変えたミカさん。今後はどんな動画を投稿して見せてくれるのだろうか。